んにちは、シエル。メイルです。買ってみてわかった。パピヨンとポメラニアンの散歩スタイル。この2人は全く性格が違います。興味がある対象も違うので、面白いと思いました。メイルは芝生での転がり遊びが大好き。天気の良い日は芝生でよく転がります。これはワンちゃんが好きな匂いを自分につけて楽しんだり、自分以外の匂いをつけて自分の匂いを隠すことが目的だと言われているそう。とっても気分が良さそうです。シエルは転がり遊びに全く興味がないよう、その代わり訓活が忙しいです。他のワンちゃんの匂いを嗅ぐのが忙しいようです。いつものお散歩はこんな感じで2人並んで歩いています。芝生や砂浜で柔らかい場所だと毎回ワンプロを始めてしまいます。秋の日差しは心地よく、シエルもメイルも風を感じて気持ちよさそうにしています。今日はこの後ドッグランに向かいます。ここでパピヨン、ポメラニアンの行動が全く違うことがわかります。ドッグランに入る前ですが、ワンプロを始めてしまいました。シエルが始めましたが、シエルが始めないとメイルがシエルに噛みつくふりをしてシエルに喧嘩をけしかけます。怪我をすることのないじゃれ合いですが、いつも圧倒的にメイルが転がされています。お水が飲みたくなると飼い主のそばに来て見上げます。これはシエルもメイルも同じですね。メイルを小型犬用ドッグランになかなか他のワンちゃんと打ち解けられません。シエルは積極的に他のワンちゃんのところへ。大きなワンちゃんは少し怖かったようでした。シエルは基本的に他のすべてのワンちゃんと飼い主さんに挨拶をするタイプのパピヨンです。同じフィールドにいる子に挨拶が終わるとメイルのいる方に来ました。メイルは自分の体が小さなことが分かっていて怖がりさんです。ポメラニアン特有のワンワンと吠えてしまいます。でも今日は小さな子がいたので出動。小さな子たちは羊カットをしたとっても可愛い小さなプードルちゃんたち。初めて見るカットスタイルだったので飼い主さんに聞いたら羊カットということで、それも三羊さん、可愛すぎます。お腹を出すメイル、私は敵意はないのよというポーズだそうですが、念のため飼い主はそばにいて様子を見ます。羊さんたちに囲まれています。見ていると癒されます。可愛いです。羊が後をつけてきて、シエルも嬉しそう。可愛い光景です。メイルも安心したのか、だんだん近くにシエルはランの外のワンちゃんを発見。挨拶に飛んでいきます。帰ってきたシエル。メイルも楽しそうになってきました。慣れてきたのか、自分から他の飼い主さんの足元へ。でもそろそろランを出る時間です。遊びすぎると疲れてしまうので体調を見ながら過ごします。抱っこしてほしいメイル。帰ることを察して逃げるシエル。2人ともよく遊びました。飼い主も
も喉が渇いたのでちょっと休憩。ドッグランのそばのワンちゃんが入れるテラス席 OK のお店へ。メイルは抱っこをしていれば落ち着いています。シエルは隣の席のワンちゃんが気になったり忙しいです。うちの場合こんな感じです。皆さんのお家の子はどうですか？